で、加速度が求まりましたんで、あとは、これを積分して、速度と変位をですね、出していきます。で、これも t プラス1の速度を v1 とすると、この式の通りですね。t の時の v と、に新しい t プラス1の時の a を2で割って dt をかけます。で、t プラス1の時の変位もこれで x に t の時の v ですね。dt をかけて、加速度を4で割って、まあ、dt の2乗。まあ、これ、dt、こう書いてもいいですけど、まあ、どちらでもいいですけど、dt を2乗して計算します。で、こう出てきた、この加速、新たな加速度、速度変異を、このセルのですね、まあ、1個進んだところに、3行目の12に A1 を入れてっていう感じで、また次の行にですね、代入をしていきます。で、そうすると、まあ、ここに新しい数値が出てきますんで、で、今度はこれを使って、こっちを出していくということですね。で、そうするには、この i ですね。さっき説明した i を利用して、この2っていうのを固定ではなくて、i 足す1にしておけば、はい。ことの2、3、4ってこう行数が進んでいきますんで、こっちも i 足す2ですね。そうすると、どんどん計算を進めることができます。はい。じゃあちょっとこれで走らせてみようと思うんですけども、これを削除して、で、計算ってやると、あれ、ゼロになっちゃったな。何ですかね。2から、すいません、ここ忘れてましたね。で、ここも i 足す1にして、もう一回計算すると、こういう感じで、計算されます。はい。で、こっちが、入力。で、こっちが、応答なんですけど。これちょっと注意していただきたいのが、これ相対加速度になってます。地面の上から見た加速度になってますんで、ちょっとか、勘違いしやすいんですけど、この相対と絶対で、ちょっとさっき説明しましたけども、まあ、慣性力として考えたら、地面が動かないとして、加速度を見るのがこの建物の A でして、で、実際は、地面動いてますんで、こう地球の外から見ると、地面も動いて建物も動いてるという状況になってます。なんで、絶対加速度だと、
この A プラス A0 が、地面の外から見た絶対加速度になります。まあ、ちょっとイメージしていただくと、これがものすごい重くて弱い建物だと、いくら地面が揺れても、ここに留まったまま、まあ、空中浮いてるような状態になってますんで、まあ、そういう感じですね。相対加速度は出てるんですけど、絶対だと全然止まってるっていう状態になりますんで、今なんで、これで見るとちょうどこれが反転したような、あ、これ単位が今メーターパーセックになってるんで、ちょっと、ややこしいんですが、まあ、だいたい800ガルが反転したような数値になってますけど、これだと、いわゆるその加速度計とかで取れる絶対加速度ではありませんので、ここに絶対加速度というのをちょっと加えてあげます。で、ここに、さっき説明しました、15列目ですね。で、ここ何を入れるか、ちょっと、まあ、A1 と、あと A0 を足せば、絶対加速度になります。で、これ、ガルに直すというか、これ今、計算してるのが、メーターパーセカンドで計算することになりますんで、これは、まあ、ここをまず、ガルを、100で割って、ガルをメーターパーセカンドに直してます。センチメートルをメーターに直してます。で、計算終わったら、また、ガルに、メーターをセンチメーターに直すということをすると、ここに絶対加速度が出てきます。これで計算すると、こちらに、加速度が出てくるということですね。で、これの、じゃあどれぐらいの加速度かっていうのは、グラフでですね、こう、見ると、まあ、だいたい、2点いくつとかになってるんですけど、まあ、この最大値がですね、ここの、オートスペクトルの、値と、まあ、リンクしてるということですね。なんで、今これですね、0.4で計算して、ちょっとグラフ消しておきますけど、こう計算し直して、で、ここでその加速度の最大値を出してあげると、マックスの関数なんですけど、先ほど説明しました、マイナスの最大って場合もありますんで、まあ、一回これ、絶対値に直して、あ、ここはできないんだな。マックスとミニマムの最大値ですね。ここの最大値と最小値を出しておいて、で、それの絶対値の大きい方ね、こっちの符号を、まあ、取った値の最大が、加速度の最大値と、絶対値の最大値ということになります。まあ、今、0.4で2169って出てますけど、まあ、ぴったり、合ってるかと思います。で、これを、どんどん、何回もこう、周期を、まあ、0だと計算できないんですけど、0.1ぐらいからこうやって変えていくと、こういう
スペクトルが書けるようになります。まあ、それを、ここでグラフで書いてるというだけです、実は。なんで、この3つの波形の時刻力京都解析を、まあ、300回ぐらいこれを繰り返して、そうすると、こういう波形が書けてるということですね。で、これちょっと一瞬、こう、タイムラグが発生しますけど、まあ、ここでちょっとこの計算をしてるということです。なので、もしこれちょっと発展させて、例えば、ここに、周期とかを作っておいて、まあ、どれぐらいですかね、0点、ちょっと粗いですけど、まあ、0.2、0.、まあ、もっと細かくしてもいいと思うんですけど、これを、何秒かぐらいまで、ちょっと、だいぶ省いちゃいますけど、こう3秒の周期ですね。3秒ってだいぶ長い周期、ゆっくり揺れる周期ですけど、0.1 から3秒ぐらいまで作っておいて、で、ここの周期の数値をこれにこう置き換えて、この計算を何回も回すっていうのをやると、ここにその最大値が溜まってきます。まあ、ちょっとそれやってみますと、今、4分でこれを回してましたけども、これをもさらにこう、周期を置き換えて何回もやるっていうのをやりたいとしますと、これもちょっとテクニックなんですけど、これの外側にもう一個、ループを作っておいて、i はもう使っちゃったんで、この j で1から、まあ、これ今、30個ですかね。29個か。ありますけど、あ、30個ですね。30個ありますけど、こう30回、さらにこれを繰り返すとして、こういね、外側にもう1個ループ作っちゃうんですね。で、わかりやすいようにちょっとこれ、インデントしておきますけど、で、この J を今度は利用して、ここの周期を置き換えてしまうと、オフセルで、6行目の2列目を今度こっちの数値を入れてやるんですね。もうここは折り返いただけると思うんですけど、これ J プラス1で、これ16列目ですね。やっとくと、これを読み込んで、こっちに入れるっていうのをこう順番にやって、で、それが終わってから時刻力やるっていうふうな、まあ、二重のループができます。まあ、なんで合計、サザン、9万回の計算をやるんで、ちょっと時間かかりますけど、そうすると、ここに、どんどんですね、最大値が、まあ、溜まっていくというのですね。ただ、これ、今、ここで、計算したのは保存しておかないといけないので、どうすればいいんだ。これが終わって、次、ここに、最大値を保存していきたいんですね。なんで、セルで計算した、これも、まあ、プログラミング、ちゃいますかね。ここで、今これ関数にしてますけど、この最大値を、なんか、作っときますかね。例えば、AMAX とか、作っておいて、
で、まあ、最初、まあ、ゼロにしておいて、で、ここで、加速度が出ますけども、ちょっと、if 文使わないといけなくなっちゃうのか。まあ、でも、ちょっと、まあ、これを機会に覚えて、置いてみてください。もし、この、Amax より、この、計算した数値が大きかったら、then ってやる、if then ってやると、大きかったら、この条件を満たしてたら、この Amax に新しい大きい数値を入れますっていうふうな条件分岐ができます。で、ちっちゃかったら何もしないっていうやつですね。これも for 文と一緒で next じゃなくて end if で区切ると、この条件満たすときだけ、ここの計算するっていうのができます。ちょっとこれ最初に書いておくべきでしたが、この if 文もよく使えますんで。で、もし大きかったらやると。で、これ間違い、ここ、あれですね。絶対値にしとかないといけないんで、これ ABS、これ同じですんで、ABS、絶対値が大きかったらこうすると。いうことですね。はい。で、その Amax の数値をここのセルに保存していけばいいですね。17行目ですね。に、この Amax を保存してやると、こう最大値をどんどんこう吐き出してくれます。ちょっとまあやってみますと、計算するとこういう感じで、おっと、数値が置き換わってないな。なぜかというと、Amax をクリアしてなかったからですね。これ、置き換えた時点で一回クリアしないといけないですね。Amax 一回ゼロクリアして、最大値のままになっちゃってますんで、こいつを新たに変えないといけないですね。これ忘れてました。合成変わるのが反映されてなかったのか。最初このループの外にしてたんで、この外側のループの中に入れてやると、いいってことですか。あ、さ、そうですね。あ、そうでした。構成が変わるんで、あ、減衰も変わりますね。すいません。構成と減衰、周期変えると変わるんで、減衰もですね。減衰も、持ってきてあります。そうするといいですよね。ええ。で、Amax は0。うん、ここでいいんだな。はい。うん、あ、そうですね。そうするといい感じになりますね。ちょっとこう、周期で計算できまして、あ、お、で、出ましたね。よかった。これが、ちょっと荒いですけど、オートスペクトルが書けました。先ほどの JM コーベット比較すると、
まあちょっと、荒いですけど、まあ大体、置いてるんじゃないかなと思います。まあ、マクロですね、VBA がこんなんとか、オートスペクトルがどんなんとか、ちょっと雰囲気は味わっていただけたかなと思います。で、これもいろいろ発展できまして、例えば、今、NS だけやりましたけど、EW も同時に計算して、で、まあ、JMA 神戸とか実は斜め方向が一番大きいんですけど、斜めの応答を出したりとか、あと、最初に紹介したこの、柴田先生の本に、2階建てにする式の方法とか、載せてますんで、まあ、そういう、まあ、ちょっとそこら辺、いろいろ、もしご興味あれば、アレンジしていただけたらなと思います。はい、じゃあ、今日は、以上とさせていただきます。